どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、毎月29日は ANA 感謝の日ということで、一部ね対象路線と内容がですね発表されましたので、今回ね ANA 感謝の日の解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、毎月ね29日にこの ANA の感謝の日っていうのが行われてるわけなんですけども、2月はですね28日でね終わるというふうになりますので、今月に関してはですね2月の28日と3月の1日、この2日間ですね、この ANA の感謝の日ね行われるっていうふうになっておりまして、またね今回に関してはですね減額マイルキャンペーンもねかなりいいですし、またねゴールデンウィーク期間のですねスーパーバリューセールもね来ているというふうになりますんで、結構ねいいのではないのかなというふうに思いますので、 ANA マイルね貯められている方、またねゴールデンウィークにですね航空券を抑えたい方はですね、ぜひねこの2日間にですね利用ねしていただければなと思います。まずね公式サイトはですねこんな感じになっておりまして、2月の28日3月1日の2日間 ANA にキュンということで、 ANA の感謝の日が2日間ね行われるっていう風になります。で今回ですね ANA の感謝の日は全部ね7項目ね行われるっていう風になっておりまして、ゴールデンウィーク期間のスーパーバリューセールですね、またね4月搭乗分の減額マイルキャンペーン、また ANA トラベラーズホテルの特別プラン、 ANA 保険の終身医療保険加入で、ANA 使いコイン6倍にということで、あとね ANA ペイ、ふるさと納税、 ANA ショッピング、 A スタイルの特別価格ということで、こんな感じになってるんですよね。まあ個人的にねすごいいいなと思うのは、やはりねスーパーバリューセールと減額マイルキャンペーンですね。またねちょっと ANA トラベラーズホテルはですね、ちょっと私がねこの動画撮ってる時間帯ではですねまだ内容が見れておりませんので、ここはねなんとも言い難いんですけども、前回前々回だったかな、結構ね安かったりしますんで、ホテル探されている方はですねぜひチェックしていただきたいなと思います。これもね28日過ぎないとね、この動画が出てる頃にはもう見れてると思うんですけども、ちょっとねまだ確認できませんので、ぜひねチェックだけはしていただきたいなと思います。あとはですね ANA ペイ2000以上100マイルプレゼント、これはね結構簡単に取れるかなと思いますので、利用予定の方はね、利用ねある方はですね狙っていただきたいのと、あとね、ふるさと納税ですね、こちらもね結構人気があるみたいで、毎回ねこれ売り切れになるんですよね。ですね、これもねふるさと納税引かれている方はぜひ利用していただきたいのと、あとねこの A スタイル A ショッピングの方はですね、結構ねマスクとかもね今回あったりしますので、こちらもねあの割引価格でね購入したりできますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。それではねまず一つ目の、ゴールデンウィークのスーパーバリューセールですね、販売期間が2月の28日と3月の1日、23時59分までっていう風になっておりまして、搭乗期間はですね4月の28日から5月の9日っていう風になっておりまして、対象路線はですね全路線っていう風になります。でゴールデンウィークということで、もともとですねこのゴールデンウィークっていう期間は航空券ね非常に高いんですよね。羽田札幌とかのね路線でスーパーバリュー55っていうね一番安い価格で調べても、だいたいね1万8000円ぐらいねするんですよ。それがですねちょっとね私の方でまとめさせていただきましたけども、これね羽田発着のね全便なんですけども、これね見ていただければ分かる通りですね、羽田札幌1万2000円とかですね、またね羽田那覇1万3000円、羽田石垣1万3000円、羽田宮古1万3000円ということで、このね羽田那覇とかね2万5000円とか、もともとね石垣も4万とか、宮古も3万6000とかね、まあ、ここら辺の値段がね基本的に付けられているんですけども、これもね1万3000とかでも購入できますんで、かなりねいいのではないのかなというふうに思いますので、ぜひねゴールデンウィークね航空券を抑えたい方はですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。それでは次ですね、 ANA 国内特典航空券減額マイルキャンペーンということで、こちらね公式サイトこんな感じになってるんですけども、4月搭乗分国内線特典航空券減額マイルキャンペーンということで、これね出ている通り羽田伊丹通常5000マイルとは2900マイル、札幌6000マイルが片道2900マイル、羽田那覇通常7000マイルが3900マイルということで、すごいですね。羽田那覇片道3900マイルですよ。めちゃくちゃすごいですよね。
いや、これはね、かなり来ましたね。で、販売期間がですね、2月の28日から3月1日までっていうふうになっておりまして、搭乗期間ですね、注意していただきたいのが、4月の1日から27日搭乗分までっていうふうになっておりますんで、この1ヶ月ぐらいのね、期間が、今回のね、この減額前に対象っていうふうになりますんで、この期間以外はね、通常の前に戻りますんで、こちらはね、注意していただきたいなと思います。で、対象路線はですね、全路線っていうふうになっておりますんで、ちょっとね、分かりづらいかなと思うんですけれども、こういった形でですね、マイル区間ってのありますよね。で、マイル区間に応じてこの ANA のね、必要マイル数って決まってるんですけれども、まあ、5000マイル、通常のところは2900マイル、6000マイルのところも2900マイル、7000マイルのところが今回3900マイルということで、8500マイルのところが5900マイルっていうふうになっておりますんで、まあ、羽田那覇ね、3900マイルはですね、いや、来たなっていう感じですよね。これちょっと前にもですね、あったんですけども、やっぱこれね、かなりインパクト強いので、かなりおすすめっていうふうになります。ですので、こちらはね、かなり殺到するかなっていうふうに思いますので、この動画ね、見られたらですね、利用したいっていう方はね、できるだけ早くね、予約ね、取られていただきたいなというふうに思います。それでは次ですね、ANA トラベラーズホテルと ANA の保険ですね。まあ、ANA トラベラーズホテルに関しては、ちょっとこちらね、中見れないので、これはね、ぜひ始まったら皆さんね、チェックしていただきたいなと思います。冒頭にも言いました通りですね、ちょっと前はですね、結構お得になりましたので、これもね、もしかしたら非常にいいプランがね、出るかもしれません。で、ANA のね、保険に関してはですね、ここはね、何とも言い難いところですね。まあ、利用される予定がある方はね、まあ、いいのかなと思うんですけど、ANA マイルではなくてスカイコインが6倍になるっていった形になりますからね。で、次ですね、 ANA ペイとふるさと納税、 ANA ショッピング A スタイルということで、まずね、 ANA ペイの方はですね、2000円以上で、まあ、100マイルもらえるっていう風になりますんで、まあ、これね、ちょっと面倒くさいかもしれないんですけども、まあ、2000円以上ね、利用予定の方はですね、2000円チャージしていただいてね、利用していただければ100マイル拾えますので、こちらね、ぜひ参戦していただきたいなと思います。 ANA ペイ ね、もう結構いろんなところででね、使えるようになっておりますので、コンビニとかもね、使えるようになっておりますので、セブンイレブンがどこか確か使えなかったしするんですけども、まあ、結構ね、ほとんどどこで使えますので、結構利用しやすいんじゃないかなと思います。で、ふるさと納税の方はですね、こういった感じでちょっとご覧にね、出しておきますけども、まあ、ここら辺もですね、毎回ね、このふるさと納税ね、売り切れになりますんで、もしね、これいいじゃんっていうのがあったらですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。それでは次にですね、 ANA ショッピング A スタイルですね。今回ね、これも結構良くてですね、こちらの ANA ランチとかで使われているこのミストありますよね。こちらね、割引商品になってますんで、これね、結構いいんじゃないかなと思います。またね、ANA のね、国内線のエコノミークラスの食事ね、機内食、自宅でね、味わえるっていうやつが、これね、楽天とかで毎回ね、売り切れになっておりますけども、これがね、割引になってるんですよね。これはいいですよね。はい、ぜひね、利用してみたいっていうね、気分だけでも味わいたいっていう方はですね、ぜひね、狙っていただきたいなと思います。で、次にね、これすごいですね、マスク。これね、しかもね、3種類で、L サイズなんですけども、3種類でね、割引価格で購入できるということで、これめっちゃ羨ましいですね。私普通に購入したんで、これはね、かなり羨ましいです。ぜひね、利用されたい方ね、結構可愛いんでね、個人的には結構おすすめで、しかも割引でね、購入できるのであれば、かなりね、いいのではないのかなというふうに思います。ということで、今回ですね、毎月29日は ANA 感謝の日ということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、やっぱり今回ね、減額マイルキャンペーンとゴールデンウィークのスーパーバリューセールね、かなりすごいですね。ANA マイル貯められている方、ゴールデンウィークね、航空券抑えたい方はですね、ぜひね、狙ってみていただきたいなと思います。またね、ANA のマスクですね、こちらもね、結構可愛いんで、利用されたいなと思ってたけど、ちょっと高いなって思ってた方もね、多いと思うんですよね。まあ、これが3枚で6800円。まあ、高いですけども、でもまあね、少しは遅くになっておりますので、こちらもね、ぜひ検討してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。